んは食べ物と食べ物を混ぜると全く違う別の食べ物の味になることがあるということを知っていますか？今日は我が家のチャレンジグルメということで、いろいろな食べ物の情報を調べていきたいと思います。まずはこれ、じゃじゃん、プリン足す醤油はウニ。これは有名らしいんですけど、私は初めてなんでドキドキします。じゃあいただきます。なんか実は私ウニあんまり食べたことないんですけど、これっぽい味だった気がします。回転寿司でこれ回ってたら絶対取ります。次いきます。じゃじゃん、キュウリ足す蜂蜜はメロン。いや、これもしも本当だったらキュウリにいつも蜂蜜かけて食べたいです。じゃあいただきます。なんかすごい美味しいんですけど、普通のキュウリに蜂蜜かけた味ですね。じゃあ次いきます。じゃじゃん、ホットミルク足すたくあんはコーンスープ。いやー、これたくあんですからね、レモンじゃないですからね。じゃあこれ全部入れます。いただきます。なんかたくまんは入ってるんですけど、普通のミルクの味です。みんなもやってみてね。